まりました。ダンサートーク、ダンスです。ママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。来ました、来ました。去年もね、おすすめしました。スッキリとアカネ企画のコラボ企画、企画、ダンスワンプロジェクト2022。今年もあります。2020年からコロナでね、ダンス部の子たちがね、ステージできる、青春をね、謳歌できる場所がなくてですね、全国のダンス部の子たちを応援したいということでね、スッキーさんとバブリーダンスで有名な富岡高校で伝説の振付師として活躍しておりました茜先生がですね、発案した、私も大好きでございます、なんと今年で3回目ということで、素晴らしい、今年もやってくれるんですね。私が高校生だったら踊りたい。今年もセアネがバリバリにゴリゴリに押していきたいと思ってます。ダンス部応援企画押していきたいのかっていうとですね、去年の動画でもねちょっと話させてもらったと思うんですけれども、私も高校のダンス部出身なんですよね。高校生の時に大きな思い出があるのがその高校ダンス部でしてですね、短くバッと話すと、私が出身の高校っていうのは岸和田市立産業高等学校っていう、就職率のね当時は高いことで有名な高校だったんですけど、私もその出身の岸さんなんですけれども、当時はねやっぱなくてですね、ダンス部が。なのでもうダンス同好会からも作ろうってことになったんですね。最初たった一人のとこから高校1年生の時ですよね、ダンス部が作りたくて、とりあえずダンス同好会でメンバーが5人以上かな、5人以上集まったらダンス同好会として認めてあげるよみたいなことを、生活指導の先生たちに言われてね、よし頑張ろうと思って仲間集めをね開始したのが高1だったんですけれども、なんとか5人ですね、先輩とかにもね声かけて、ポスター、手作りポスター書いて、ダンス同好会仲間募集っていうのをね学校の校内の掲示板に貼ってですね、教室で机をバーッと端に寄せて、練習しながらねやっていたっていう高1の時だったんですけど、それが高2になったらね、今度後輩が入ってきたりとかしてですね、文化祭で踊れるようになったりとか、ちょっと街のイベントとかで踊れるようになったりとかしだして、で高3の卒業する時ですね、オール韓国ダンスコンテストっていうね、関西国際空港でダンスコンテストがやってたんですけど、そのコンテストで最優秀賞っていうのをね取ることができたおかげで、その功績をね認めてもらえて、私が卒業した1個下の後輩たちからダンス部になったっていうね、もう大青春のドラマが詰まっておりました。私含めメンバーもですね、本当にもうネガティブなことあんまり言いたくないですけれども、やっぱりこう高校生のねそういう思春期の時期、いろんないじめっぽいようなぐちゃぐちゃってしたこともね経験しながら、もう学校辞めたい、行きたくないみたいな時のメンタルも経験しながらですね、でもダンスが、音楽があったおかげで高校がそこも楽しくてですね、ダンス部にがあることによって学校になんとか行けて楽しく、最後もう大粒の涙を流して大青春で卒業できたっていうね、そういうなんかもうすごい楽しかった高校時代だったんです。高校の3年間をやっぱダンスに費やすことの最高だった時間っていうものをやっぱ経験してるっていうのがあるので、やっぱりその高校生が今そのコロナ禍でねステージがどんどんなくなったりっていうのはすごいね胸が痛かったですよね。やっぱり特に今の時代の高校ダンス部をたくさん見てらっしゃるのが茜先生だと思うので、踊れる場、活躍できる場っていうのを提供したくて、やっぱりこういうスキルとかテレビの力を使って茜先生がですね全国の高校生ダンス部を応援したいっていうことでね、今年もやってくれてるんですよね。たった3年間やのに、もうなんでこんなに内容が濃いんだっていうね、高校時代を本当に楽しんでもらいたいっていうね仲間たちとね、大人数のすごい作品もねあると思うんですけど、もう私の時みたいにそういうねもう10人いかないぐらいのメンバーでも、もうものすごい高校生の時間って一生の宝物に財産になっていくっていうことがね作れるものなので、ぜひぜひ大人を説得して応募してもらえたら嬉しいなと思います。そう、残念ながらね私の後輩の岸さんの後輩ちゃんは多分去年出してないんですよね。だからちょっと厳しい学校だったので、そのダンス同好会を作るだけでもすごいバチバチ、学校とバチバチした高校だったので、多分こういうテレビが絡んでくると出演がなかなか難しいのかなっていうのは、後輩たちの学校の体制を経験している分ちょっと心配もしてるんですけれども、私はもう全力で卒業生として応援したいんですけれどもね、ぜひね後輩たちのダンスも見たいなとは思ってるんですけれども、それはねなんか学校によったら多分すごい厳しくてね、もううちが行ってた高校はもう OG なのに、
そのダンス同好会から作ったゼロ一の人なのに、あの学校にすら入れてもらえないっていうね、あのすごい厳しい高校なのでそうめっちゃ生徒をね守ってくれてる、まあ、学生さんを守ってくれてるっていうところはね手厚いんですけれども、あのダンスなんかね、せっかくダンス部作ったのにもう教えに行ったりとかねしたいじゃないですか。でもね全然中に入れてくれないんですよ。なんでなんでしょうね。怖い人もおるからかな、やっぱりね、現実ね。はい、っていうのはまあ置いといてですね、オープニングを長く喋っても仕方ないんですよ、行かないと。はい、それではご紹介したいと思います。行きましょう。もうさ、今回の曲みんな聞いた？最高ですよね。バッて紹介されるまでアーティストさん知らんかったな。なんでこんないい曲をさ持ってくるの、あかね先生ほんとすごいよね。あかねが見つけたのか他の方が見つけたのか知らんけどさ、開幕宣言っていう曲なんですよね。アーティストさんがノーベルブライトっていうバンドミュージシャンですね。まあ、ユニバーサルミュージックにこんな方いらっしゃった、ノーベルブライトさん最高じゃないですか。ピッダンスワンプロジェクトにもぴったりの爽快な、旅だけでちょっとグッてくるような、泣かしてくるような感じですもんね。はい、じゃんじゃん。あ、今日内カメで撮ってるから文字が逆、失礼。2022ですね、来ております。夏を楽しみにちょっとこの企画どんな感じかなと見ていきましょう。応募規約ちゃんと読んで応募してください。ダンス動画は編集済みのものを2本お送りくださいということですね。1本目はご挨拶ですね。ご挨拶と、学校名、意気込み、30秒程度、その後にダンスを自由に編集した動画っていうのが1本目ですね。2本目はじゃあ何なのかって言いますと、2本目は定点撮影など、定点っていうのはまあ固定した固定カメラのことですね。こうよくさダンス動画とかってこう煽ったりとか、こうライブのさカメラさんでうわーってやってうわーってやったりとかしてはるけれども、あの PV とかもね、でもそういうのじゃなくて定点撮影っていうのも置きっぱなしよ、固定よ、もう三脚で固定よ。それは何かっていうと、常に全員参加者全員が入るように編集した動画っていうのがこの2本目にしといてほしいだし、もう全員が入ってるっていうのが2本目となります。振り付けとか全体の構成とかそういうものが見たいときはやっぱこの定点カメラの方が嬉しいじゃないですか。構成も素晴らしいから全体を撮ってほしいねっていう時にさ、自分の母親とかにさカメラ頼んだらさ、もう私をアップでもう私しか我が子しか撮ってないわけよ。あのさお母さんみたいな、あの私だけ撮ったら全体のこのかっこいい構成とかがどうなっても分かれへんやみたいな、そういうお母さん撮りみたいなんじゃないのが2本目ってことねお母さん撮りって言わん、これお母さんに頼んだの私しか撮らんちゃうちゃうみたいな、ありがたいことですね、愛してくださって。これ赤文字で出ておりますけれども、撮影にあたっては顧問の指示に従い熱中症、コロナ感染対策を十分に行ってください。またね感染者が増えてきたんですよ、本当に。なんか毎年夏ってウイルス増えますよね。すごい暑いか冬みたいにこう寒い時期とか、なんでこんなウイルスがね増えてくるんですかね、本当嫌ですね。マスク対策もいろんなね声が上がってますけども、熱中症っていうのもとっても怖いことなので、両方の、ね、対策をしっかりとってやっていきましょうということですね。あとは地域の特色が出るような動画、撮影場所、衣装、踊りなどお待ちしております。これはね本当に日本全国素敵な場所があるじゃないですか。背景すごい景色のいいところだったりね、もう爽快な動画、めちゃくちゃ景色がいい、こんな高校あるんやっていうね、去年の動画だと見させてもらいましたけども、あ、こんな素敵な高校が大自然の高校みたいなのあるんやとかね、自分のイメージしてる知らんかった高校みたいなのがねいっぱいあって、去年もすごいねこんな高校があるんやなっていう高校見学してるような気分でいろんな動画をね見させてもらいました。自分が通ってる高校とか町、地域の町とかのそういう特色が入ると色がつくんじゃないかっていうところでね、ロケーションとかもねぜひ交渉してみてください。これあかねほんまにすごいで、皆さんにもらった動画をあかね先生がですね、映像監督として一つの作品、映像作品にして『スッキリ』の生放送と YouTube『スッキリ』公式チャンネルで公開いたしますということでですね、ちゃんと作品としてみんなの記憶だけじゃなくて作品として全国に発信してくれるっていうところで、ここがやっぱりすごいですよね。高校生の子たちだけじゃなくてね、本当にもちろんその子たちがメイン主役なんだけれども、もう全国にいるおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、ご家族、いろんな人にこう恩返しとしてね、本当に高校生のみんなが元気に踊ってる姿を見るだけでですね、本当に家族の人もとっても幸せな最高の気持ちになること間違いないんですよ。やっぱそういうのを
こう映像を使ってですねお届けできる、そして一生残るっていうのはね最高ですよね。中根先生ね映像チェック大変だと思いますけれども、ぜひ今年も楽しみにしてます、頑張ってくださいということで、エントリー締め切りですね、こちら言ってきますわ、8月の31日正午に締め切ります。参加エントリーを締め切り2つあるな。動画投稿に関しては9月30日金曜日正午に締め切ります。なんか動画投稿の締め切りとあの締め切り日がずれてるので、あのこちら皆さん必ず間違えないようにチェックしてください。私たち参加しますっていう方は8月30日夏休みですよね。だから夏休み中までに出しとかなんか、でも夏休み終わった後に動画投稿し直す、まあ言うたらさ、だって夏休み中にさ会うってやっぱちょっと大変じゃないですか。学校がもともとある状態の9月始まってしまった9月の方が部活動もあるし、みんなと学校も毎日会うし、そこで9月の方が撮影もしやすいんじゃないかっていうことで、あ、そういうことやな、すごい、そういうことや。動画投稿を9月30日締め切りにしてるってことは、学校が始まって部活でこう動画の撮影が成立させることができるように9月30日締め切りに仕上げたってこと？優しい。そういうことですね、これ。そっかそっか。夏休みってやっぱりこう夏期講習があったり、こう習い事もそれぞれ違ったりとかして、こう昼間の予定がみんなバラバラやからね、揃えにくいもん。なるほどね、学校が始まってから撮影を迎えてもいいよっていう風にしてくれてる。なるほど、ありがとうございます、良心的。はい、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいは、エントリーまで締め切りがあるので、あのどん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 ね進めていってください。ここからね、去年頑張って説明したんですけれども、応募条件ですね、こっからの応募規約、あの未成年の方のね企画イベントなので、ちょっとこう厳しい規約ルールになっていきます。めちゃくちゃ細かいです。去年の動画でもお伝えしましたけど、応募条件がむちゃくちゃ細かい。なのでこれはちょっとこう紹介してるとどえらい長い動画になってしまうので、応募条件っていうのもねしっかり、チェックして、注意事項みたいなことですよね、しっかり見てですね、参加できるのかどうかっていうのを確認して許可を取って、まあ、保護者の方、先生の方、学校許可取りをしてですね、皆さんのことを守りたいっていうね、いろんな校則やルールも働くと思います。学校によって、親御さんによってはですね、あのそんなあの顔を晒すなんて危険な真似はうちの子にはさせられないっていうね、こう方もいらっしゃると思いますので、いろんな方に頭を下げの許可を得の、あのしっかりね、あのそういうルールも守った上で楽しく企画に参加してください。ちょっとねこれがな、めんどくさって思うかもしれんけど、めんどくさいよな、高校生でこんな許可取りすんのめんどくさいけど、頑張ってやっていこう、うん。自分がねやっぱ子供産んでから分かる、やっぱ怖い、子供をさ全世界に顔晒されるの、自分我が子が怖いのよ怖い。ちなみにうちの子たち顔出ししてないですからね、あの SNS とか LINE のプロフィールマークとかも、あの我が子の顔は出してない。怖い、可愛いから、あなたたちが可愛いから、怖い、連れ去られたくないとかね、なんかあると思うんですけど、高校生もしっかりした大人みたいなもんやみたいなね時代になってきてますわ。若者でもしっかりした若者いっぱいいますから、そういうね意見をちゃんと大人たちと、学校側だったり先生だったり保護者の方たちとねしっかり話し合って、このね素敵な企画に参加するのか否か、そういう機会があるとねしっかり家族とも話ができたりすると思うので、ぜひねトライしてみてください。多分社会に出てもね、こういうあの周りを交渉する力みたいなのもきっと必要になってくるんじゃないですか。だってね、あの会社とか入ったことないんで、いまいち営業とかしたことないですけど、わからないですけど周りを巻き込んでいくっていうのも皆さんの力になると思いますので、周りの大人の説得を頑張ってみてください。はい、というわけでですね、高校生の方々のダンスをね本当に楽しみに楽しみに楽しみにしております。というかこの見本動画っていうのもねあるんですよね。あれ先生の振り付け皆さん見ました？フル動画バージョンと、またハーフバージョンとね、ちゃんと鏡くるりんして反転して鏡のようにね見て練習できる動画なんかもね丁寧に出してくださってます。すごい全力でしたね最高、ほんまにあれがプロよねっていう、もう全力ダンスでございましたね。あれに負けないように皆さんのこう若いパワーをですね、もう思いっきり踊って見せつけていただければ、もう最高だなと思います。夏って本当にダンスコンテストだったりイベントだったりね、こういう企画もそうですけれども、本当にダンサーにとったら楽しいイベントっていうのが、あの、まあ、楽しいイベントっていうかね、挑戦できるイベント、情熱を燃やせるイベントっていうのがもうたくさんあるの、この夏なので。やっぱ成長できる細田守
監督の映画じゃないですけど、夏に人は成長しますよねみたいなことをね、細田監督言ってましたけども、本当にまあダンサーさんも本当にこう夏に成長するっていうのはすごい当てはまるんじゃないかなっていう。もちろん熱中症にはね、リアルな話すると熱中症には気をつけながら夏に成長していく、経験値が上がる時期ではないかなと思います。というわけで皆さん、挑戦する方頑張ってください。そしてね、応募しようと思ってなかったな、どうしようか迷ってたなっていう方はね、こちらの動画を見てぜひ、私はもう全力でおすすめしたい。もうこの青春のこの高校3年間のうち3回しか挑戦できるタイミングはないわけよ。だってこの企画、もう高校卒業したらですね、もうこれに応募したくても応募はできないのよ。そのチャンスが与えられてる方はね、ぜひもう企画に乗っかってですね、どんどん楽しんで発信してもらえたらいいんじゃないかなと思います。おすすめのダンスイベント、推し推しのですね、ご紹介動画でございました。この動画見て応募してみようかな、ちょっとやってみようかな、高校ダンス部ってすごいんだな、盛り上がってるなっていろいろね感じてくれた方、ダンス好きの方、チャンネル登録とグッドボタン、高評価も押していただけると嬉しいです。インスタグラム、ツイッター、TikTok もやっております。もし好きな SNS ありましたらフォローしに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、高校時代の青春、ぜひダンスを通じてですね、楽しい夏休み、最高の一生の思い出になるようなですね、夏休みにしてください。そしていつも最高にね、ワクワクする企画を、あかね先生ありがとう。ぜひダンサートーク出演してください。お願いします。あかね先生待ってます。夏休み楽しんでください。ラネアでした。